カウアン四国博の縁因になったキンプリヘイヤ使用の退場、一番共感できるのは自分。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2019年7月に亡くなったジャニー北川さん、去年87からの性被害を告白した元ジャニーズ JR。 のカウアン・岡本氏26が13日や YouTube チャンネルを更新し、現在の心境について52分間にわたって告白した。カウアン氏はジュニア時代の北川さんからの性加害を認め、先月12日に日本外国特派員協会で記者会見を行った。 一連の問題は BBC のドキュメンタリー番組でも取り上げられ、ついにはジャニーズ事務所も動く事態となっている。カウアン氏はブラジル人ハーフの両親から生まれ、12年にジャニーズ事務所に入所。同期にはキング・アンドプスの平野氏ヨーラがいる。その後16年にアーティストとして海外進出を目指し、退除した。 カウアンが一連のカミングアウトの演員に挙げたのが昨年11月に突如発表されたキンプリメンバー3人兵や岸シユータ、ジングーユータの脱退退場だった。カウアンはニュース見てめっちゃ悲しくなった。同時に共感した。事務所辞めて海外に行くって言っていることも自分がブラジル行くために辞めたこととつながる。俺の唯一の動機。 エイヤが辞めるなんて想像もできなかった、とゼックカウアンはアイドルはみんなが作ったものでファンに夢を見させることが仕事と語る。一方、アーキストは自分の中にある痛みや思い、辛さを吐き出してそれを伝えていくもの、と位置づける。その上で、キンプリを見た時に色々な思いがフラッシュバックした。俺もジャニーズに入って人生変わった。ただ、 ジャニーズがアーティストではなくアイドルであることに苦しんだ。それを分かってくれたのもジャニーさん。今、一番、平野とかと共感できるのは自分じゃないかなって。彼のジャニーズへの感謝はテレビを通して伝わってくるよ。辞めたくないんだろうな。でも辞めないと自分でいられなくなるかもしれない。そういう葛藤もわかる、と述べた。 自身も隠し事をしたまま生きてきたことに葛藤していたというカウアン氏。金プリのニュースを見て感情を揺さぶられ、こうなったら自分のことを話すしかないなと思ったという。東スポウウェブ。